政府は、新型コロナウイルス感染症にかかる対策を強化するため、まん延防止等重点措置の創設などを含む、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案を国会に提出し、本年2月3日に成立いたしました。 これにより改正された法律は2月13日に施行されました。早期の法案審議にご協力いただいた与党の皆様に改めて感謝申し上げます。この蔓延防止等重点措置は地域の感染状況に応じて基幹区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対策により地域的に感染を抑え込み都道府県全域への感染拡大を防ぎ、さらには 全国的かつ急速なまん延の防止につなげるものであります。新型コロナウイルス感染症の感染状況について、宮城県、大阪府及び兵庫県は、ステージ3相当の状況にあり、特定の区域で感染の拡大が見られるとともに、医療提供体制の逼迫が懸念されることから、まん延防止等重点措置を実施し、感染の再拡大を防止する必要があります。このような状況を踏まえ、本日、基本的対処方針分科会を開催し、 まん延防止等重点措置を実施すべき期間を4月5日から5月5日までとし、まん延防止等重点措置を実施すべき区域を宮城県、大阪府、および兵庫県とすることについてご了解をいただいたところであります。これを受け、この後、政府対策本部を開催し、まん延防止等重点措置の実施を決定したいと考えております。同分科会ででは感感染力がががが高いいいとと言われれててるる変異株が大阪兵庫で広がっているとの警戒感が示されました こうした議論も踏まえ、これらの府県においては、知事が区域を定めて、飲食店における20時までの営業時間短縮要請や、府県全体でのイベントの人数制限、アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底、感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充、高齢者施設等の従業,者従業者等に対する頻回検査等の取り組みを講じることとなります。それ以外の都道府県についても、引き続き続連携しながら、 感染拡大防止に努めてまいりますこれらの旨を記載した基本的対処方針の変更についてもご了解をいただいたところでありますその際営業時間短縮要請に係る協力金についてはまん延防止等重点措置として20時までの時短要請に応じていただいた事業者に対してはこれまでの支援の水準を継続した上で国会での付帯決議なども踏まえて 公平性や円滑な執行に配慮しつつ経営への影響の度合いに応じた必要な支援となるよう規模に応じた仕組みに改善を図ることといたします以上まん延防止等重点措置を有効に活用しつつ国民の皆様の命と健康を守ることを第一に都道府県と緊密に連携しながら感染拡大防止を最優先に取り組みを徹底してまいります各党の皆様におかれましても何卒ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます 以上で報告の聴取は終わりましたこれより質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います